オールドジャパニーズメモリーズの中村と申します。今回は若者の街渋谷の昔を振り返っていきたいと思います。渋谷といえば新宿、池袋と並ぶ三大副都心の一つであり、渋谷駅を中心とした日本有数の繁華街です。西武百貨店、東急百貨店、渋谷パルコ、109、渋谷スクランブルスクエアなど、デパートやファッションビル、専門店、そして飲食店なども数多く立ち並んでいます。また、ちょっと古いですが、サイバーエージェントの藤田社長の2005年の著書、渋谷で働く社長の告白にもあるように、多くの IT 企業が集まっていて、通称ビットバレーとも呼ばれています。ちなみにビットバレーとは、渋谷の地名から渋いのビターと谷バレーをかけて命名されたものらしいです。そして渋谷駅は JR 東日本の各線、京王井の頭線、東急電鉄の各線、さらには東京メトロの各線という4社の計9路線が乗り入れる巨大ターミナル駅でもあり、利用者数は約330万人と新宿駅に次いで世界第2位を誇っています。駅前にはスクランブル交差点やハチ公などの有名スポットもあり、世界的にも高い知名度を誇っていますよね。そんな渋谷について今回は深掘りしていきたいと思います。まずはじめに渋谷という名前の由来ですが、これには諸説あるようです。この付近を流れる川の水が鉄分を多く含んでいて、赤錆色の渋色だったため渋谷川と呼ばれていたとする説、渋谷川の流域の低地がしぼんだ谷合いであったからとする説、その中でも面白いのが盗賊にまつわる説です。平安時代後期の渋谷はヤモリという地名だったそうです。そしてそのヤモリを治めていた領主が川崎重家という武将でした。その川崎重家が京都の御所の警備に当たっていた時、侵入してきた盗賊を捕らえました。その盗賊の名前を問いただしたところ、渋谷権之助守国と名乗ったそうです。そして当時の天皇だった堀川天皇が盗賊を捕らえた手柄の褒美として重家に渋谷の姓を与えたことで、川崎一族の領地であるヤモリを渋谷と呼ぶようになったというお話です。盗賊の名前を褒美としてもらうというのがかなり引っかかりますが、渋谷の由来の一つの説としてこんなものもあります。ちなみに渋谷駅のほど近くに東福寺というお寺があります。こちらですね。この地図にある通り、渋谷駅から山手線内側、光江川の方の出口から首都高3号線沿いに六本木通りをまっすぐ歩いて約10分で到着します。この東福寺は平安時代後期の武将である源義家が創建したと言われています。美しい境内と本堂も見どころですが、渋谷区の有形文化財に指定されている盆章には次のような由緒が書かれています。御霊税帝の時、渋谷の旧号ヤモリの章は親王院の地にして七号にわかる、渋谷号はその一つなりとあることから、渋谷の地をヤモリの章と呼んでいたことがわかります。また東福寺の隣には金王八幡宮があります。この金王八幡宮は社記によると、先ほど出てきた川崎重家の父川崎元家が1092年に創建したと言われています。この金王という名称ですが、これは渋谷金王丸常光という人物から来ていると言われています。この金王丸は実は川崎重家の息子です。重家夫婦の間にはなかなか子供ができなかったそうです。そこでこの八幡宮に祈願を続けていたところ、ある時金王夜叉明王が妻の体内に宿る夢を見ました。その夢を見た後に立派な男子を授かったので、その子に明王の上下二文字を取って金王丸と名付けたそうです。金王丸は17歳の時、源義朝に従って1156年に京都で起こった保元の乱で大功を立て、その名を轟かせました。こういった金王丸の名声により、この八幡宮を金王八幡宮と呼ぶようになったそうです。現在の社殿は徳川家光が三代将軍に決定した時、家光の守役だった青山忠俊が家光の乳母であった春日の局と共に1612年に寄進したと言われています。その後たびたび修理されましたが、江戸時代前期から中期の建築様式をとどめている貴重な建物です。さてここからは交通の要衝としての渋谷の歴史を振り返っていきたいと思います。まず重要なキーワードとして大山道があります。大山道とは主に江戸時代に関東の各地から相模の国の大山にある大山阿夫利神社への参詣者が通った古道の総称で、
大山街道とも呼ばれています。大山阿夫利神社は第10代天皇の崇神天皇の時代に創建されたと伝えられている神社です。この大山阿夫利神社に多くの参詣者が訪れた理由は雨にあります。大山は別名雨降り山とも呼ばれ、古来より雨乞い信仰の中心地としても広く親しまれていたそうです。そのため農民から五穀豊穣や雨乞いの神として信仰され、日照りや飢饉が続くと多くの農民たちが参詣に訪れました。こちらの絵は米屋という茶店で大山参りをする人々が贔屓にしていたお店のようです。各地からその大山へ通る道が大山道だったのですが、その中で江戸から大山へ向かう道のことを青山通り大山道と呼ばれました。この道はかつて矢倉沢王冠とも呼ばれ、東海道の主要な脇道として宿駅などの整備も行われていました。現在はほぼこの旧王冠に沿って青山通り国道246号が通っています。ちなみに青山という名称ですが、これは徳川家康の重臣であった青山氏の屋敷があったことを由来としています。こちらが青山氏の家紋です。青山通りの北面に宗家、南面に分家の下屋敷があったと言われています。さて、では渋谷駅付近の大山街道を見てみましょう。この地図は明治時代の地図ですが、写真上部に宮益町と書いてあることが確認できると思います。宮益町の真下に黒く密集したものがありますが、これは町屋と呼ばれる店舗併設の民家です。この町屋ができているのが宮益坂にあたります。現在の地図と比べてみましょう。ちょうど宮益坂と道玄坂のあたりが大変にぎわっているのがわかりますね。ちなみに宮益坂の途中にある宮益御嶽神社というのは、奈良県吉野の金粉神社の分社として1400年頃に創建されたと言われています。この金粉神社は山岳信仰とのつながりが強く、この道を通ってこれから大山に向かう人が宮益御嶽神社で旅の安全祈願をしたと考えられています。これらのことから大山街道を通って大山参りをする人々が渋谷で安全祈願をしたり、松屋で旅の疲れを癒したりして賑わっていた様子が目に浮かぶと思います。次に渋谷の地形について解説します。地名に谷という漢字が入っている通り、渋谷は谷です。今はほとんど暗渠となってしまって見えませんが、渋谷駅の近くを流れる渋谷川が南北に流れていて、その川によって谷が作られたそうです。渋谷川を挟んで東側を東渋谷台地、西側を西渋谷台地と呼ぶこともあります。また渋谷を代表する繁華街として有名な宇田川町という名前の通り、今は暗渠となってしまいましたが宇田川もありました。こうした水を生かした生活圏が出来上がっていたのですが、この渋谷川と宇田川、そして大山街道が交差しているのが現在のスクランブル交差点の位置となっています。このようにスクランブル交差点はずっと昔から人々が交わる場所として存在していたのです。続いては渋谷駅について深掘りしていきます。渋谷が現在のように発展していくきっかけは、やはり渋谷駅の開業が大きいと言われています。写真は1885年に開業した日本鉄道品川線の渋谷駅です。実はもともとは恵比寿付近に駅を作ろうと計画していたそうですが、住民の反対運動が起こってだんだんと場所がずれていったようです。ようやくできたこの渋谷駅は現在の渋谷駅から200メートルほど恵比寿寄りで、渋谷警察署の付近にありました。そしてその後も次々と路線が開通していきます。まずは玉電と呼ばれ親しまれた玉川電気鉄道です。玉電は1907年に大山街道上を走る電車として開業し、渋谷と二子玉川を結んでいました。当初は大山街道を往来する旅人や沿線住民の足としての役割とともに、玉川で採取された砂利の輸送という目的もあったため、砂利電とも呼ばれていたそうです。こちらがその砂利を運んでいる玉電の写真ですね。砂利を運んでいた理由ですが、それは1923年に起きた関東大震災です。関東大震災によって東京は壊滅的な打撃を受けました。その復興建設ラッシュが起こり、コンクリートに必要な砂利の需要が高まっていました。ちなみに玉川電気鉄道は1938年に東急電鉄の前身である東京横浜電鉄に合併されました。その後1977年に渋谷二子玉川間を走る新玉川線が開業し、2000年に田園都市線へと改称しています。また渋谷に乗り入れる東急電鉄の路線には
田園都市線に加えて東横線があります。こちらも東急電鉄の前身の一つである東京横浜電鉄が1927年に渋谷駅神奈川駅間直通運転を開始し、路線名が東横線となりました。こちらが1920年代の東横線の渋谷駅です。ちなみに東急東横線の渋谷駅は開業時から地上駅となっていましたが、2013年3月15日の終電をもって営業終了となり、翌朝からの東横線と副都心線の相互直通運転の開始に向け直ちに工事が行われました。ちなみにこちらが当時のニュース映像です。運行はこれで最後になります。結果的にわずか3時間半で線路切り替えを成功させ、たった一夜にして線路を地下化した世紀の大工事として注目を集めました。国内だけでなく世界からも日本の技術力、一瞬の迷いもなく動く工事関係者の無駄のない動きに称賛する声が多数寄せられました。今始発列車がゆっくりと動き始めました。また現在は都電荒川線のみの運行となっている東京都電車、通称都電の前身である東京市電は1911年に当時の東京市が東京鉄道株式会社から路面電車事業を買収し、東京市電局として開局しました。同じ年の8月には渋谷駅前の乗り入れも開始されています。こちらは昭和25年の都電の路線図です。ちょっと渋谷駅あたりを拡大してみたいと思います。渋谷からは6、9、10、それから34系統の全部で4系統の運行がされていたようです。それぞれ6系統は新橋、9系統は月島、10系統は須田町、こちらは神田あたりですね。そして34系統は金杉橋、こちらは浜松町あたりですね。それを終点として渋谷を起点に運行していました。こちらの写真は1963年の渋谷駅の東口ターミナルの写真です。一番左の車両は10系統の電車ですね。行き先が須田町となっています。次に渋谷と吉祥寺を結ぶ京王井の頭線についても触れておきたいと思います。井の頭線は京王電鉄のルーツとなる帝都電鉄が1933年に渋谷井の頭公園を結ぶ帝都電鉄渋谷線を開通させたところから始まります。翌年の1934年には井の頭公園、吉祥寺間も開通し、渋谷と吉祥寺が結ばれる現在の形となりました。帝都電鉄は吸収合併を繰り返し、路線名も変更されますが、1942年に井の頭線となりました。ここまででも渋谷駅を取り巻く路線の多さがわかると思いますが、まだこれに地下鉄が加わります。これには鉄道王と呼ばれた後藤啓太が関係します。ちなみにこの後藤啓太は東京帝国大学を卒業し、官僚を9年務めた後に東急電鉄の前身である武蔵電気鉄道の常務に就任します。そこで実質的な経営権を獲得し、数々の競合企業となる鉄道会社を M&A を用いて次々と買収し、後藤啓太の異名を取ったそうです。ただ実業家としては優れた手腕を発揮し、阪急電鉄の創業者小林一三と並び、西の小林、東の後藤と称されました。ちなみに小林一三は宝塚歌劇団の前身となる宝塚唱歌隊を1913年に結成しています。そしてこの小林一三のひ孫にあたるのが元テニスプレーヤーの松岡修造です。松岡修造といえば、娘が宝塚に所属したことで話題となりましたが、母や親戚にも多数の宝ジェンヌがいる宝塚一族と言えますね。少し話が逸れてしまいましたが、後藤啓太は1934年に東京高速鉄道株式会社を設立し、東京メトロ銀座線の前身となる渋谷新橋間の地下鉄を1939年に開業します。ただ、現在の銀座線は渋谷浅草間を走っており、渋谷新橋間はその一部でしかありません。実は、新橋浅草間は東京地下鉄道株式会社という別の会社が運営していました。ちなみにこの東京地下鉄道の創立者は早川乗次といって、日本に地下鉄を紹介導入したことから地下鉄の父と呼ばれています。両社の路線が新橋駅で乗り換え可能となっていましたが、直通運転について揉めることになりました。ここで後藤は東京地下鉄の株の買い占めを行い、経営権の争奪争いにも発展します。この争いは
後藤の勝利となり、後藤啓太の強盗啓太のあだ名を広める要因となりました。1939年には渋谷駅を介して東京高速鉄道と東京地下鉄道の相互直通運転が開始され、現在の東京メトロ銀座線を形成する運びとなります。そしてこの後藤の剛腕ぶりが渋谷の発展にも影響を及ぼしていくことになります。1934年渋谷駅に地上7階、延べ床面積11,750平方メートルの広さを誇る関東初の本格的ターミナルデパート、東横百貨店、後の東急百貨店東横店を開業したのです。実はこの東横百貨店の開業に先立ち、後藤は師と仰ぐ阪急の小林一三に依頼し、大阪にある日本初のターミナルデパート阪急百貨店に社員を派遣してデパート経営のいろはを学ばせていました。東横百貨店は年中無休で9時から21時まで営業、店内には食堂や理髪店、写真室、プレイガイド、お買い物相談所、さらには屋上に遊戯施設を備えた買い物も娯楽も楽しめる施設でした。第二次世界大戦を経て1951年にできた名店街、東横のレンガ街はその代名詞ともなりました。また後藤が買収した玉川電気鉄道が渋谷駅に建設していた玉電ビルは1954年に増築され、11階建ての東急会館、後の東急東横店西館が完成します。さらに1964年に東急百貨店は渋谷区立大向小学校の土地を購入して、1967年に東急本店としてオープンします。このように東急グループによる渋谷の開発が進んでいきましたが、実は渋谷にはもう一つカルチャーを背負う存在がありました。それが西武セゾングループです。1968年に西武百貨店渋谷店が開業すると、1973年にはセゾングループが運営する渋谷パルコが開業します。その後もパルコパート2や西武百貨店シード館、ロフト館などを次々とオープンしていきます。これに負けじと東急グループも1979年にファッションコミュニティ109、現渋谷109を開業し、当初は東急本店の駐車場となっていた隣接地には複合文化施設の文化村が1989年に開業します。文化村は音楽ホールや劇場、映画館、美術館などが入っており、文化の一大発信地となりました。このように東急と西武セゾングループの競争が渋谷をファッション、音楽、映画などのカルチャー発信地、渋谷としての印象を高め、若者文化の街へと変貌するきっかけとなりました。このような流行の最先端にいる渋谷のカルチャーと、情報の移り変わりの激しい IT 系の会社の気質がマッチして、IT バブル時代には IT 企業が多く集まりました。他にも交通の便が良かったことや、丸の内などと比較して賃料が安かったことも理由にあるようです。ここからは少し人々の生活の変化にも触れていきたいと思います。渋谷に多くの商業施設や企業、そして人々が集まってきた流れについて説明してきましたが、そのきっかけとなった出来事があります。それが1923年に発生した関東大震災です。関東大震災で大きな被害を受けた東京ですが、当時まだ郊外の田舎町に過ぎなかった渋谷は比較的被害が少なかったようです。そこで現在に連なる西武グループの基盤を形成した箱根土地株式会社を設立した堤康次郎氏が、関東大震災で被害の大きかった被災した下町の名店を誘致しました。渋谷は比較的被害が少なかったこともあり、劇場の呪楽座、洋画風切り館のキネマ座、上野西洋軒、山の楽器など117店が集まり、百軒棚と呼ばれる商店街が形成されました。その後下町の震災の復興が進むと多くの店が去っていってしまいますが、地元の店舗が渋谷を盛り上げていこうという機運が形成されていき、これが町の発展の力となっていきました。しかしそんな盛り上がりの機運を一掃してしまう出来事がまた起こってしまいます。第二次世界大戦です。1945年の東京大空襲では渋谷も大きな被害を受け、渋谷区の約 77% が焼き尽くされ、瓦礫の街と化したそうです。戦後は渋谷駅前を中心に闇市が形成されました。こちらの写真は1947年頃の渋谷駅前の闇市の写真です。ちょうど上の白い建物あたりが現在の109のある場所のようです。最盛期には350から400とも言われる露店があったそうですが、
1947年以降、徐々に取り締まりが強化され、1950年には全露店の撤退が指令されました。ただ、廃業させただけでは路頭に迷う人が大量に出てしまうので、都は露店からの転売業者には融資をするなどの救済策を打ち出しました。飲食露店には都の清掃用地が払い下げられることになり、これが現在もあるのんべい横丁となっています。一方、物販露店は払い下げられる土地が渋谷になかったため、地下に商店街を作る流れとなります。東急の後藤啓太の支援も受けて、駅前のハチ公広場と公道の地下に大規模な地下街、通称渋地下が1957年に誕生しました。渋地下は約150坪ほどの空間に、婦人服や婦人靴、化粧品、タバコ、ペット用品、断水ショーなどの個性豊かな店舗が軒を連ねていましたが、2020年9月からの大改装を経て、今年2021年7月にリニューアルオープンしています。また、戦争直後の渋谷では、渋谷事件と呼ばれる構想が発生します。渋谷事件とは、1946年7月19日に渋谷警察署前で起こった抗争事件で、警視庁渋谷警察署、暴力団の落合一家、武田組、そして愚連隊の万年統一一派の連合体と武装した在日台湾人グループとの間に発生しました。これは戦後の混乱期に暴れていた戦勝国の不良外国人グループに対して警察と暴力団とそして愚連隊が一緒になって対峙するという今ではとても考えられないような事件です。こちら小説にもなっているようですので、ご興味があれば読んでみてはいかがでしょうか。話がそれましたが、震災と戦争の混乱を乗り越え、渋谷は徐々に現在の姿へと発展していくことになります。そして渋谷の価値を大きく引き上げるイベントが来ます。そう、東京オリンピックです。1964年に開催された東京オリンピックでは、渋谷区内の国立代々木競技場や渋谷公会堂、東京都体育館など複数の施設が競技会場となりました。当時の渋谷で目ぼしい施設といえば、駅前の東横百貨店や東急文化会館ぐらいでしたが、オリンピック関連の開発によって国道246号線の拡張、渋谷駅の山手線路上を首都高速が横断するダイナミックな都市風景の誕生など大きく変化していきます。そしてオリンピックの後、日本人選手が活躍した場所を一目見たいと多くの観光客が集まったようです。また NHK がオリンピック大会の中継のため国際放送センターとして使われた建物を東館として整備して、1965年に NHK 放送センターとして運用を開始し、1972年に現在の NHK 本館や NHK ホールが竣工し、渋谷は NHK という日本の主要放送局のある町という顔も持つようになって、メディアでの露出も増えていきます。このように渋谷はオリンピックをきっかけに知名度が上がり、町としてのブランド価値が上がっていきます。そして、先に述べた東急や西武をはじめとする発展合戦がさらに加速していくこととなるのです。最後に最近の渋谷の開発に少し触れておきたいと思います。これまで解説してきた通り、渋谷は常に開発をして成長してきています。そして現在さらに100年に一度と言われるほどの再開発が進められています。2012年に30代の女性をメインターゲットとした渋谷ヒカリエが開業すると、2013年に役目を終えた東横線渋谷駅のかまぼこ屋根の地上駅舎、高架橋を解体して、その跡地には2018年に渋谷ストリーム、2019年に約230メートルの高さを誇る渋谷スクランブルスクエア東棟がそれぞれ開業し、商業施設とオフィスが一体化する複合施設が生まれています。この再開発は2027年度までの予定で次々と行われていきますので、ぜひ変化していく渋谷の姿を見届けてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回は渋谷についてその歴史と現在の姿を紹介してきました。この動画が面白かったという方は、高評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。